ダンカズラが完成しましたね。先月30日に、開通しまして、今日は4月の3日です。今、6時ライトアップしてますね。あらだ、従来よりも1メートルほど高くなってます。こういうね、従来はもう平坦だったんですが少し高くなってます。そして周囲にですね、桜の若木とそれから灯籠が、全部でいくらかな、両サイドで数百200ぐらいのですね、500以上のこの灯籠が立っています。そして桜そのものも満開だけどね、まだ本当に若い木ばっかりだから。それから西脇があるね、この桜一般も満開だね。これ一列で行くのが見渡る。これハトサブレアの前ですね。そしてこの地面はこれは、アスファルトじゃなくてコンクリアスファルトなんだろうね。アスファルトを敷き詰めてますね。これだとやはり、水はけがいい。これまでの場合は、地面に、水たまりがいっぱいできたからね。ほとんど満開だね。桜はほとんど満開です。
はい、もう八幡宮の道を鳥居が見えてまいりました。